はい、NHK をぶっ壊す、平成30年の9月の20日であります、葛飾区役所内から収録撮影をしておりますが、今日また NHK の犯罪が発覚しておりまして、元 NHK 歌のお兄さんの男、覚醒剤使用の疑いで逮捕ということでニュースになっております。で、まあ、NHK の歌のお兄さんって別に歌のお兄さんが覚醒剤をしてるんじゃなくて、覚醒剤をしている人が歌のお兄さんをしていると言った方がいいかもしれません。もうこれ、ちょうど2年ほど前ですけども、杉田さんというですね、歌のお兄さんが覚醒剤使用で、2年前にもこれ逮捕されてますね。で、今回捕まったのが、高橋さんっていう人かな、なんか今回はごめんなさい、澤田さんっていう人ですね、覚醒剤捕まったので。僕が NHK 職員してる時に元歌のお兄さんでですね、和島さんっていう人が、これは覚醒剤じゃないんですけども、女性の部屋に入って乱暴したのかは分かりませんが、まあ、これは公になってないんですけども、まあ、和島さんという歌のお兄さんがそういう犯罪をですね犯して NHK は隠蔽したと、まあ、僕その隠蔽に関わった一人なんですけども、まあ、他にもですね、これ山梨両県の女性3人を乱暴したとして、強姦致傷罪に問われている元 NHK の記者、鶴本という30歳の記者がですね、今日裁判後半、仙台高等裁判所で、まあ、無罪を主張していると。まあね、本当に昨日の個人情報のね、転売とか、まあ、紛失と NHK 言ってますけど、あんなのどう考えたって、名簿業者に売ってるわけですよ。もう犯罪集団 NHK、 もうこれそのものでしょう。僕がね、この間船橋営業センターで、大きな声で犯罪集団 NHK とこう言ってきました。もちろん船橋の市議会の場でも僕は言ってます、犯罪集団 NHK と。もうね、こんなところにお金を払うのをやめましょう皆さん。NHK にお金を払わないのが正解ですからね。ということで、NHK 歌のお兄さん覚醒剤についてありました。 NHK をぶっ壊す。